第3回、歴文道場、今月のマンスリーゲスト、港区間口と植物の研究者、土栄智子さんに今週もお話を伺っていきたいと思います。今日が最終回でございます。え熊口さん、その植物をいろいろと研究されていた、はい、ということなんですが、熊間、はい、さんが感じていた植物に対する魅力っていうのはどんなことだったんでしょうかうん植物の魅力。はいえ ととにかくまあ彼も多様性に惹かれたんだと思うんですね。えっと宇宙はもう果てし,果てしがない。 その宇宙を構成しているいろんな生き物もあの果てきりないって言いますよね、あ<ー>まあ、そういうことをあの感じていた、でそこから、えー、いろいろな知識を得て、自分の楽しみとしていたっていうことですよね。いややっぱりその自分の楽しみとするということも含めて、とても大切ですよね、逆にこの今の時代、この宇宙とか、その多様性っていうのに目を向けるのがなんか難しくなっているような気もしますけれども。うん クマグスさんがそのじゃあ植物学の世界でなんか果たした役割っていうのはどんなものだったんでしょう。えっとそうですね。まああの標本をたくさん残しております。はいうん、えっと明治時代のそのナチクマの標本っていうのは、はい、あのほとんど。 今残っていませんですね。はい、で、どんどん植物の様子も変わっていきますので、はいえー、杉林とかね、檜、えーうん、林に変わったりとか、燃料としてあの森林が使われなくなったりとか、いろんなことがあって、どんどん植物も入れ替わっていきます。だから、当時こういうのがあったよと、人が手を入れてない森ではこういうものがあったよっていうのの証拠標本を残したということは、熊楠、うん、の,の偉大な あのえまあ業績だと思います。なるほど。熊熊さんがこの田辺に引っ越してきてもう100年以上経つと思うんですが、やっぱり熊熊さんが入っていた熊野の森と今の熊野の森っていうのも違うんでしょうか。あだい全然違うと思います。そうですか全然と言えるほどに。あの人が入れないところはまだあの森が残って昔のままのえが崖とかね。そういう人が入れないところが残ってるんですけれども、あの人の入れると。 そのところは明治、大正、昭和の増の林の拡大増林というそういう政策がありましてほ、はい、ほととんんどど植林に変わっっっててしまってるるですなちょっと広くじゃあちょっとお話を聞きたいと思うんですが、はい、その熊野地方の今の植林がされていないところまたその100年以上前というのは、えーえー、今とその100年以上前の人の手が入っていないところ、うん、具体的にはどういう違いがある、えー まあ、今はだから杉ヒのキが多いんですけど、はい、昔は、あの、葉っぱの広い上,上緑紅葉樹っていうんですかね。うん、あの、シイの木ですとか、はい、タブの木ですとか、クスの木ですね。うんうん、まあそういうようなうっそうとした森林で覆われていた。 わけですね。なるほど、はい。で、まあ、そういう人の手の入らないところはそういう林で、うんうん、人の、あの、近くの林は、うん、その、新丹林っていうんですか、はい、えっと、薪とか、そういうのにするために人が利用していた上目菓子の林ですとかね、あ<ー>まあそういうのがあった。それから、松林も、あの、近くにたくさんあったという、今とはちょっと、ちょっと違うっていうか、<ー>はい。 いや杉桧また馬めがしも、今のね、えー、産業にやっぱり役立つ木々が。えー、そう、そういうのは、あの人の住んでる近くにはあったわけですね。なるほど、えー、これはまた一つの自然との共生の形と言いますね。はい、でもその、手が入っていないところの、えー、常緑樹の。 紅葉樹、はい、この葉っぱの広い、葉っぱの広い、クスノキがたくさん生えてたら、なんだかすごいこう鬱蒼とした感じの森の印象になりそうですね。<laughs> そうですね、はい。でも昔熊野古道 いやまた、熊楠さんが入っていった森というのは、ええ、そういうなんというか、日の光もあんまり入らないような、暗い森に入っていったっていうイメージでいいんでしょうかね、えっと、ね熊野古道は実は、はい、あそこは昔の国道ですよね、ええ、<laughs> たくさんの人が行き交いした場所ですので、うん、まあ植林とかかなり早くからあのされていただろうなというふうには思いますが、その王子って呼ばれるその神社の近くには、そういううっそうとした森が残っていて。 で地域の人もその森を大切にしてたというふうに思,う思われます。それは熊熊さんがまた守ろうとした神樹の森として、えーういうね、はい。はあ、まあそうそういう精神っていうかあの心の拠り所としての森っていうものをうん、うん、あの残残っていたと思うんですね。そのいわゆる神社というか神域の森というのは、えー、やはり切らずに。 それを残しているって言いますよね。ええ、そうですね。高原のあの大きな草の木なんかでも、はい、えー、そういうふうにして残ってきたものですよね。ああ、なるほど。この では少し未来の話を聞いていきたいんですけれども、はい、まあ今、気候の変動というのがよく叫ばれる世の中ですが、海の変化というのもよくニュースにはなるんですけれども、はい、この植生、植物に対しても、この田辺の環境、えー、避難地域の自然の環境というのは、これから変わっていくんでしょうか。えっと、気候変変動によって、えー、変わっててわいいくとう とところもあると思いますね、はい、あの海外から来たあの南方系の植物なんかも繁殖してる例とかもありますし、いろいろ入れ,入れ替わりながらというか、試しながらあの植物たちも増えていきますんで、少しずつは変わっていく、温暖化っていうんですかね、暖かい方向へ。うんうんうん 変わっていいくと思いますそもそもでもこの避難地方っていうのは暖かい地域ということで特に本州の中では。 ヤシの木というか<ー>その、そういう南方っぽい植物が生える環境だったんですかい,やいや、そこまではいかない、<laughs> そこです、ね、<laughs> <の>そこまではいかない、植林でヤ,シヤシとかが生える、はい、そういう亜熱帯の植物ではないですね、うんうん、でも亜熱帯系の植物が海から黒潮でこう運ばれてきて、鹿島なんかで袴かずらがあるとかね、<ー>まあ、そういうのはあの、南方系の植物がこっちへ住み着いてるわけですね、あそこへね。あの適用して もうずっと種を残していけるような状況になってるわけですから。 そう鹿島のハカマカズラというのはどんな植物なんですか、はい、えー、っと豆の仲間なんですけれども硬、うんえー、い種あの殻で包まれた種があって、うんはい、それがあの鞘に乗っかってね黒潮でどんぶらこどんぶらこと運ばれて、うん、石垣島とかあの辺から運ばれてくるわけです、はい、そして鹿島の、えーまあ、岩のところに打ち上げられて、うん、でたまたま芽を出してえー、っと 大きくなったんだと思うんですけれども、<ー>あの花がちゃんと咲いて。うん、そこで種を落として、あの世代交代しています。あの、なんていうのかな。えっと鹿島にの登ると、あのいろいろ祟たたりがあるっていう昔は言われてた。大きな蛇が出てくるぞっていうようなことを、あの地元の人が言うんですけど。その大きな蛇っていうのは、実ははカまかずらの鶴なんです。えっと人の胴体ぐらいの太さがある。そういう鶴が、の、こう森の中の。 打ち回ってるんですけどやっぱりヘビに見えるんですがそれぐらいあの適って確かそ、はい、鹿島高校の高そうです玄関のところに。 棚があって、うんうん、花がついてますけど、交渉のデザインのもとになったものです。そうなんですね。はい、今は、その鹿島の周りでも、この袴カズラというのは、えー、例えば、晩秋山とかでも見られたりはするんですかえっとね、自然には、あの、ない、ないです。うん、えー、だけど、人が多分植えたものがあります。はい、すみません。最後に、この袴カズラが、この鹿島、 にやってきたのはだいたいいつ頃かっていうのは研究で分かったりするんですか？それはわからない、ね、な自然にやってきたと思われるんで、はい。ちょっと年輪とかまだ見てないです。<ー>はい、でもとてもなんだかお話を聞くと貴重な植物な感じがしますね。えーすねはい、まあ北原に近いっていうことですね。やっぱそういった自然環境の集まりもこの鹿島っていうのが特別な島だと思われていた、うんえー、その理由の一つとして考えられるんでしょうか？あそうですね。まあ植物今 えっと、日本で種子植物であれば5100種類ぐらい、シダとかも合わせれば7000種ぐらいあるんですけれども、はい、分かってるんですけれども、それの,あの4分の1ぐらいが絶滅危惧なんですね、うん、えっと環境が変わってしまって、うんあの、今、世の中からなくなってしまうっていう可能性があるという、そういう貴重な植物もあの熊野のところに、熊野の森にはまだ,、うん、ま,だまだ、 残っているので、はい、え、こういうのを絶やさないためにもですね。うん、あの、今残っている自然は、あの、そのまんま。ずっと残して、次の世代、え、うん、こう、山子や孫の世代にね。うん、あの、残っていってほしいなというふうに願っています。と、おそらく、これは熊楠も願ったことだと思います。うん、ナショナルトラスト運動の、また、精神を引き継いで、今後また。 子供たちの世代、お孫さんたちの世代に熊野の豊かな自然をね、いっぱい残していきたいですね。はい、本日は、南区熊靴と植物の研究者、土江智子さんにお話を伺いました。土江さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。